えー、いつもの挨拶でございますけれども、初見さん歓迎、えー、質問歓迎、投げ銭スパチャー大歓迎ということで、来るものはコバマツのスタイルでやらせていただきます。パーカッションの高文です。よろしくお願いします。まあ、動きとしては、まあ、なんとなくね、わかるかと思うんですけれども、これ、肘の曲げ伸ばしになりますで。この肘の曲げ伸ばしって大きく2つあります。本当に微妙な違いなんですけれども、 こうね、手の甲を相手に向ける、まあ、手のひらを自分に向けて振る場合動かす動きとこれをねくるっと回してこうチョップするこの動きこの2パターンが大きくありますこれ似てるようで微妙に違うんですねあでこれが何かっていうと要するにこの2パターンで振れるってことなんですね チョップの形、つまり親指が自分の方に向いてる形で持って振る。肘の曲げ伸ばしするっていうのは、まあ、要するにこういう動きであると。で、対してこう、手の甲を相手に向ける。手のひらが自分に向いている振り方をするっていうのは、まあ、こういう動きなんです。で、どっちでもいいんです。どっちでもいいんですけど、おすすめはチョップの方。 この方が、まあ、スティックを使うときなんかでも、汎用性が高いっていうか、あのー、別のことに活かせる動きなので、あ、どうも、こっちはーってこう、<laughs> あのね、チョップの <laughs> チョップをこう小刻みに揺らすっていう動きになりますで。程よく力が抜けてるとですね、この手首が後からカクンって動くはずなんですよ。 腕を振る、スローモーションでやると腕を振るでその後にこっちが振られる手首が振られてまあ大体これぐらいの角度で落ち着くとお分かりいただけただろうかこうねこっちから振って結果として後に手首が動くと このカクンっていう、これを利用します。このカクンっていう手首の動き。ここの剣ってねそ、んそんなにこう動かないじゃないですか。せいぜいこれぐらいなんですよ。このカクンを利用して、このマラカスを発音する遠心力っていうかね、このスピード感。この動きを利用して、 鋭く発音しますこの動きが抑えられたら、ま、手を丸めた状態でカッ「カクッカクカクカと振るとこれができたらここにマラカスがくればはいできたはいでこの「カク」っていう時に、まに、あ、具体的には大体このね側面というか この面ですねこの横側に、えー、つぶつぶビーズが当たってチャッという音が出せますで本当に最終的な、えー、音色の微調整だったりテンポスピードの微調整として最終的にちょっとねクイックイックイッと意識,意識的に手首を動かすんですけれどもほ、まあ、本当に最後の微調整っていう感じ基本はこの角でこの話はシェーカーにもつながってまして あのねシェイカーの回小物編で説明したんですけどもシェイカーまあこういう風に持ってもいいけどおすすめとしてはこっちだよっていう話したの覚えてますだからねシェイカーも実はねあのここの動きじゃない方がいいんですよこうするとあの可動域が大きすぎるのでこう,こうして制限してあげた方が実はね いいいしし最終的には微調整もしやすいですでねだからこ細やかな動きとかうん、まあ、瞬発的に、まあ、それこそ振り物で「チャ」っていうね鋭い音を出したい動きなんかは特にこの肘の曲げ伸ばし、えー、この直線の動きおよび手首の角っていうのは適してるっていう感じになります。